癒着パーティー。第一声から怒られそうやん。今回はマリオパーティー7でマリオを使ってルイージ君を勝たせるために頑張ります。歪んだ兄弟愛やで。設定はこちら。私がマリオでそれ以外は NPC。 ルイージ君の強さは普通でキノピコとキャサリンは強いです。20ターンでやっていきましょう。マリパの20ターン中とだいたい1時間や。さあ、町全体をゴンドラが走る水の町ウキウキタウンにやってきましたので、順番を決めたらこうなりましたぞ。スターの位置は羽橋を渡った先のこちらですぞ。お前たちだけで楽しく遊ぶなんて面白くないのだ。ミミクッパバスを3つ仕掛けてやったのだ。てなことでゲームスタートです。はじめに言った通り、私がマリオを操作して強さ普通のルイージを勝利に導きます。せやから癒着っちゅうわけやな。サイコロを振る順番はルイージくんが1番目で私が3番目。できれば私がルイージくんの前の方がサポートもしやすかったのですが、そこは工夫しながら上手にやっていきましょう。癒着の仕方考えんのなんか嫌やわ。スゴロクパートはちょっとだけ早送りで映しちゃいますね。さて、このゲームミニゲームの実力だけでなくマップ上でもいろいろイベントが起こったり起こらなかったりしますので、結構運の要素も絡んできます。アスミは流れをつかんでルイージ君を勝たせられるでしょうか。良い子は真似せんといてください。全員の番が終わったらミニゲームに移ります。何が選ばれるでしょうか。いきなりマイクミニゲームやで。マリパ7ではマイクを使ったミニゲームがあるんですよね。繋いでないのでコントローラでの操作になります。あ、ミニゲームの説明を見ない設定にしてました。これ何すればいいんでしょ。うせやん。もしかして目標タイムに近い時間で止めれば勝ちぽいですね。うわ、ルイージ3秒近く早いで。こういうゲームだとコンピューターは自分より上の強さには絶対勝てません。であれば軍資金を手に入れるために私が勝利を狙います。それがええやろな。スタート。リーちゃん7秒や。7秒ぴったりで止めるんや。人によって時間ちゃうねんから間違えたらあかんね。気が散る。おお、惜しい。 0.14 秒早かったようや。せやけどコンピューターに勝つんなら上出来やね。4人のうちで一番目標タイムに近かった私の勝利。ミニゲームに勝って10コインゲットです。なんや、クッパの血圧上がったで。マリオパーティー7では5ターンごとにクッパが悪事を働きます。それのカウントダウンといったところでしょうか。どんだけパーティー参加したがってんねん。よほど寂しかったんやろな。ルイージ君このターンはあんまり進めず、サイコロの出目も運次第です。そんなん言うとったらキノピコゴッツ進んだで。スターにだいぶ近づきおった。20コイン持っていなければスターは買えません。キノピコやキャサリンにいかに稼がれないようにするか、これも意識する必要がありますね。さて、私はお買い物。サイコロで狙った数字が出しやすいアイテムを買ってみます。結構な出費やね。癒着の備えは大切です。何目数ある単語から癒着選んでしもたんやろな。ここはミニゲームのチーム分けを考えて青マスに進みましょう。4人用ミニゲームでルイージ君を勝たせにかかります。1対3の1人側でわざと負ければキノピコにも稼がれてまうもんね。その通りです。あ、1対3になったで。わーお。ここで私たちが勝てば3人全員が10コイン獲得。どの道キャサリンもスターの手前まで来ていますし、ルイージ君が1枚目のスターを手に入れるのは難しいですね。よし、ここは勝ちましょう。その心は。とりあえず20コイン持っていればスター獲得のチャンスはあります。キノピコにスターを取られてしまったとしても、その後のスターをルイージ君が手に入れる可能性が残るわけです。そうと決まればほれほれ。ちっこい宝石は1点、でっかい宝石は3点や。一人側が一発で岩を壊せるのに対して、私たちは3回叩かないと岩を壊せません。ルイージ君が若干掘るのが遅いのと、あとは宝石が見つかるかどうかの運勝負。手に豆握るデッドヒートや。ノワー滑り込みセーフ。
お互い最後に1ポイントずつ手に入れて、私たちの逃げ切りです。ギリギリ勝利や。これで2人が20コイン、スターは目前です。まあ、と血圧上がった。さて、ルイージ君は、お、アイテムを使用。マスに仕掛けて、止まった人に効果が発動します。まるで罠やね。ここからだと銃を出してもスターには届かないので。あ、いいですね。ルート分岐の手前で止まってくれました。これならば次のターン柔軟に進路を選べます。キノピコはアイテムの力で一気に砲を使わないの。しかも1や。むしろここでキノピコにスターを手に入れてもらう方が都合良かったかも。ところでなんや、始まったで。一人用マイクミニゲームのマスですね。キノピコは自らの20コインをかけて、ゲームに成功すれば倍の40コイン獲得、失敗したら全額没収です。ゲームは3枚のカードの絵柄を覚えるもの。なんやこれ、簡単すぎやろ。ここで大金獲得ですか。あ、間違えよった。あれ、ミスったんで賭け金没収。貧乏になってスター取れんくなったで。いい方に予想が外れました。私は3。はてなますや。ここに止まるとスタート地点に戻されます。おケツびっちょびちょになってるやん。私としてはこのハプニングありですね。え、びっちょびちょ。そっちじゃないです。スタート地点に戻るのが悪くないって言ったんです。それよりもキャサリンが大きい数字を出してくれました。スターの位置を通り過ぎてくれたのは嬉しいです。キノピコも自爆してくれたし、もしかしてルイージがスター1枚目ゲットするんやない。そうなってほしいですね。さて、ミニゲームは押して玉転がし。2人1組になって大玉をゴールまで運びます。私が組んでいるのはルイージ君。勝っちゃいましょうよ。これ左側がキノピコとキャサリン、どっちも強いのコンピューターや。ルイージの強さは普通、このハンデを覆せるか。おお、今んとこ競ってるで。ここでリーちゃんが上から回る。ああ、そのまま通路に進めればよかったけどロスったわ。ピンクの化け物チームが一足早くバッターエリアに突入。その先にはチョロプーが顔を出す。運が悪いと大玉が大きく吹っ飛ばされるで。さあどうだ、突っかえて思うように進めへんか。おーっと、ここで赤の大玉がバランスを崩した。落ちた先には急な上り坂、登りきるのは困難を極める。その隙にマリオブラザーズが橋を順調に渡る。逆転、このまま懸命に大玉を押して、今ゴール。勝ったのはマリオブラザーズです。いやー、相手チームのミスに救われました。これでルイージ君が十分なコインを獲得。スゴロクは彼からサイコロを振りますが、果たして。その前にアイテムを使用。通り過ぎようとした相手からコインを没収するで。止まると発動するものと、通り過ぎる時に発動するものがあります。そしてルイージ君が大きい数字を出してくれました。ギリギリスターに到達。国の命運さえ分ける力を持つスターを20コインで購入や。よーし、とっても順調です。ってあれ、次のスターの移動先がルイージ君の進路上だ。なんや、ゲーム自体が癒着し始めたで。マリオパーティーは最終的に一番スターを持っていた人が優勝。どんどんリードを広げてもらうために、私もサポート頑張りましょう。リーちゃん、なんやダメ男成長しそうやね。キノピコはスーパーキノコでサイコロ3つ分進みますか。さっきルイージが仕掛けた罠で財産を失った。お金がないのでショップに寄れず、スターの位置もスルーです。世の中金ないやなって。ただマリオパーティー7はボーナススターがランダムですからね。結果発表の前に条件に合った人にスターを贈呈するイベントや。進んだマスの数が評価される場合もありますので、ちょっと心配。このターンの私は前に購入していたぴったりキノコを使ってルイージ君が仕掛けた罠に泊まりに行きます。狙うは6。成功しました。さて、私が止まることになるマスの罠はパックン。止まった人のコインを半分奪い取ります。上手に見つけた。リーちゃん、よく都合のいい女って言われへん。
キャサリンはお金もないし、スターからも遠いので心配なさそうです。まだまだ4ターン目、先は長いですけど、今のところ余裕があります。キャサリンに食われた。意外とキャサリンって味悪くなさそう。なんとこのターンだけで20コイン稼いだルイージ君、ミニゲームの調子はどうなるでしょうか。集めて蜂蜜。蜂の襲撃を回避しながら滴り落ちる蜂蜜を集めるゲームです。業者に任せなさい。ピンクな2人のお邪魔をしたい。体当たりで位置をずらしにかかります。蜂が来た時はしゃがんで回避。ガバガバパトロール。妨害がうまくできない。キノピコがポイント伸ばし始めました。肝心なルイージは伸び悩んで、もう逆転できんな。これは妨害の難しいゲームでした。まあ順位は揺るがんで。クッパも律儀に出番待ってんのやな。あー1ですか。でも今スターを狙えるのは彼だけ。多額の出費やめて。所持金20コイン切りよった。何、浪費癖あんの。うわ、このターンのミニゲームでなんとかしないと。次のターンルイージ君がスターを変えずに通り過ぎてしまうかもしれません。よりによっていっちゃん高いんかいよった。ピカスターとスーパーキノコ値段一緒なのね。ルイージ君のためになんとかお金を工面しなきゃ。リーちゃんほんまそれゲームの中だけにしたってな。あ、羽橋に跳ね上げられた。なんちゅう勢いして、ピンボールのボール弾くあれか。私の番ですが、アイテムは使わなくていいかな。順位が低いのでショップで割引してくれるはずです。最強アイテム目白押し。赤テレサなんてマスに止まった相手からスターを奪い取ります。ただここはスターの位置まで連れてってくれる花ちゃんカプセルを購入。赤テレサだとルイージ君が踏んでしまう可能性がありますし、その点花ちゃんなら誰かがスターを手に入れそうなタイミングで私が強奪して阻止することができます。ピンクに取られるくらいならリーちゃんが取る中古っちゃな。ここでキャサリンが一気に進んで、なんとなくスターに近づいてきました。今お金を持っていなくても何が起こるかわからないマリパ。現在4位のキャサリン、今後どうなっていくでしょうね。あ、これどうかな。癒着できるかな。癒着の使い方合ってる。これは暴行を加えてライバルを追い出すゲームです。誰から狙いましょう。あ、護衛大将落下。ちょっとは粘ってくれると期待してキャサリンを狙いに行ったんですが、コンピューターの強いと普通はこんだけ差があるっちゅうこっちゃ。仕方がないので私が勝ちました。10コインゲットです。今回はここまで。20ターンのうちの5ターンが終わったね。次回はクッパの登場から。またねー。